CG 原宿いつも静止臭いボーン。はい、今日は何もない時にやるマジックとしてはこれが最強なんじゃないかなと思います。お楽しみください。はい、では解説していきます。まず親指を取る方法なんですが、皆さんおなじみのこれですね。でこれをよりリアルに見せるためにまず音を鳴らします。これはどこで鳴らしているのかというと、指を鳴らします。この瞬間に指を鳴らすとお客さんからは見えません。手を戻すタイミングで手の影に隠れた瞬間にこの状態まで持ってきます。実際にやるとこんな感じになります。で戻します。今度は小指を消す方法なんですが、普通にやるとここまでしかいかないです。で見えちゃいます。これ実はですね、斜めになってます。上から少しずつ斜めになって、で前から見ると指が全部まっすぐ伸びてるかのように見えます。でさらにもっと小指を後ろまで行くために薬指にフックをして、そのまま薬指をグッと伸ばそうとすると小指がすごい後ろまで行きます。で前から見ると小指がえぐれたようになくなってます。そしたらあとはカバーするなりこれでもいいので戻します。これを応用すると、まず人差し指が消えて、中指が消えて、薬指が消えて、小指が消えて、全部戻ってくるみたいなこともできます。では、スローでやるとまずこう切って、こう切って、で外れて、で戻す瞬間にこんな感じになってます。こう早くやると一瞬でくっついたように見えます。小指を取る方法ですが、指で隠した瞬間に後ろに持っていき、指を少し段のようなこんな感じにします。そして薬指にフックしたまま、薬指をグッと伸ばすと小指がすごい範囲で後ろまで曲がれます。消えたように見せて、もう一度手で隠すと元に戻ります。カバーなしでいくとこんな感じです。後ろから見せると少し曲げて、グッと薬指を伸ばすと消えたように見えます。消す時をこれ行くのが見えないようにここまで隠して、この間に小指を後ろに持ってきます。小指を掴んだように見せて外れて、でもう一度つけると元に戻ってきます。ありがとうございました。はい、今日の水島先生いかがだったでしょうか。覚えておくと絶対に役に立つものだと思います。僕はねこれできません。というわけでまた明日お会いしましょう。バイバイ。